さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は、元気にしております。さてさて、内観についてなんですが、他に書くものがいろいろと、あったような気もするんですが、主要なものだけにしておかないとちょっと雑多になるなと思ったので、そうですね。ちょっとやっぱり美術については何か書いておかないといけないかなという感じですね。はい。どうしようかな。何の方針って書きましょうか。
マツコさん、あそこにある、あ、ゴルなんだっけ？あそこの、ゴルチェ、なんだっけ？なんて人なんだっけ？あの3つの絵。3つの絵、なんだっけ名前。クリムト、あ、クリムト、クリムト。びっくりした。 ゴルチェってゴルチェって全然違うよね。服だよね。デザイナーなんだ。そうだよね。
きました。はい、次にまだ書くのかちょっと考えたいと思います。では今回の配信は以上になります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。